サイサイチャンネル。皆さんなんか不要でいっぱいありますね。どれだけあっても足りないかな。縦30メートル41か、あの畝で幅60センチの畝にが6列ね、腐葉土を混ぜ込んで微生物を混ぜ込んでっていうことを、本来ならそれを 2,3 年かけてね、はい、自然農の畝に育っていくんだけど、うん、ドーピングだよね。ドーピング、うん、そう、まあ後日話すんですけど、はい、自然農の畝ってさ、はい、その畝の状態がなるまで、はい、自然農の畝という状態になるまで 3,4 年かかるんだけど、うん、そこまで待ってられない人っているし、はい、その 3,4 年かけてっていうこともハードルがすごい上がるじゃない、初めの人にとっては。そうですね。まあドーピング方法のための、はい、資材だよね、うん、ほらこれ見てよ、何の変哲もない足高めの林道なんだけど、はい、うん、まあまたこれもそうだけど雑草と同じでさ、はい、何度かも映してるけど、ここにも菌がいるけどね、うん、名もない道の隅っこに名もない木々の枯れ草が詰まった誰にも見向きもされないようなさ存在たちを、うん、そこに可能性がある。こういう話はもう一番好きなんだけど、世界の脇役、世界の隅っこの連中、隅っこ暮らしな者たち、うん、そこに可能性がある、うん、一番売れてる種苗メーカーさんの農薬とか、はい、化成肥料じゃなくて、芸能人のトップのアイドルとかじゃなくて、道端の隅っこであるこの枯れ草たちが本当のためになる、ためになるって言っちゃったそう、消す、そう、いや、いいんだよ、ちょっと過激にね、うん、あえて言ったけど、だから、うん、そう、どう、その信じていいのは、うん、まあ気になるっちゃ気になりますね、うん、そう、まあちょっと語っちゃうんだけど、すごく有名で偉い人が語ってることっていうのは、はい、まあ皆さんも今実感してる通り、時々大きな力を持ってる人の分だけ、うん、言わなきゃいけないことがあって、はい、嘘とまで言えないけど情報が売却されてるんだよね、うん、でその真実っていうのはこういう道端の雑草だったり、はい、うん、戦争の話なんか語ってくる老人もそうだけどさ、はい、普段は何も世間にメディアに出てないようなさ、うん、一般の人が何よりも尊い真実を語ってくれることってあると思うんだよ、はい、それと同じかな、この腐葉土は、うんうんうん、ここにね我々が進むべき道のエネルギーが、はい、また偉そうなこと言ってって感じだけど俺はそう思うんだな、これが、うん、そう